は、オリエンタルミンドロ州で、西には、ミンドロ海峡を挟み、パラワン州、北には、ルバング諸島があり、この島々は、オクシデンタルミンドロ州の州域内である。また、ベルデシマ水路を挟み、カラバルソン地方のバタンガス州と隣接する。面積は5865.7、平方キロメートル、人口は48万7414人、州都は、 地方自治体の一つマンブラオであり、州内には都市はない。州内最大の町は南部にあるサンホセである。1960年以前は州都であったほか、現在でも経済、農工業、観光の中心地でサンホセ空港や港湾でた地域と結ばれている。オクシデンタルミンドロ州は農業地域で住民と季節労働者の大部分が、 米の生産で、主に生計を立てている。トウモロコシ、玉ねぎ、ニンニクの生産も盛んで米に次ぐ州の重要な輸出品である。リン酸資源が豊富で、マホガニーなどの耐久性が高い木材で有名である。農林業以外では、鉱山で、金、銅、銀、クロム、石灰石、宝飾用の緑色岩の採掘が行われている。 州には大規模な製造業がなく政府が州内最大の雇用者である。民間最大の雇用者は150人を雇用するオクシデンタルミンドロ電力共同組合である。近年大規模な森林の伐採で州内の河川の水量が減少し、灌漑用水の不足が深刻化して米の生産に打撃を与えている。オクシデンタルミンドロ州は11市町に分割される。 ミンドロ島は太平洋戦争中の1944年12月に旧日本軍とアメリカ軍によって戦われたミンドロ島の戦いの舞台となった。戦争当時の様子は旧日本軍のミンドロ島守備隊に所属しアメリカ軍の捕虜となった大岡昌平の小説不良記」に記されている。ミンドロ島からは 戦後10年以上が経過した1956年に4人の旧日本軍残存兵が帰国した。ルバング諸島首都のルバング島は、第二次世界大戦の最後の投降兵、旧日本陸軍将尉情報将校、小野田博士郎が戦後29年が経過した1974年に投降するまで終戦を信じず潜伏していた島として知られている。ありがとうございます。